はい、それではストランディッドディープまた実況続きやっていきたいと思います。ロードゲームですね。結構ストランディッドディープはロードが早い感じがするので楽ですよね。はい、こんな感じのことをしてたような気がします。寝たりするのはどうなんですかね。夜にしてみようかな。よし、ということでなんとなく槍を持ちますけどもよっ、これを枝に刺して焼けないですかっていうコメントがあったんで試してみようと思いましたけども無理だな。そもそもスティックを持ってくればいいのか。よし、ということで今回もやっていきましょう。斧が結構壊れかけですよね。あとこの辺のものとかも集めとこうかな。まあ今回は何をしていけばいいのかちょっとわからないですけども、また違う島にも行ってみようかなとは思ってます。あと家を、おお、これライトだ。う、取れるか。あ、閉めちゃった。取れるか。あ、取れた、閉めたでもあそこになんか船の残骸みたいなとこもあるな。なるほど、船の残骸の中にはこういうツールボックスとかあったりすんのか。ちょっと潜れるか。結構泳ぐのも早いですよね、この人。スイスイ泳いでいくけど。おー。深海とかなんかあったりすんのかな？うん。なんか、そんなになんかありそうな感じもしませんでしたが。おー、だってこれぐらい離れてますもんね。結構泳ぐの早い感じがします。よっ。お、ライター！ライターは欲しい。くれ。あ、でもライター2個もいらないか。槍だ！槍を持て！いけんのかな、これ。えい！えい！えい！あ、なんか聞いてんの？聞いてるのか？あ、やばい、仲間いる。えい、えい。なんか、ピクピクっとはしてますけどね、なんか。うん、タイガーシャークですって。ピクピクしてる。ん？でも特に死んだりしないのかな。よっよっ、頭の方刺した方がいいか。やべ、息がすごい逃げてる。全然攻撃的じゃないな、このサメ。倒れた。おお、結構なとこまで来ちゃったな。槍はそんなにね、なんかこれどうしたらいいんだろう。何もできない。えいえい。あ、あ、お肉になった。ヒレとなんかお肉になったぞ。息が、息が。どうしようかな。ポテトを捨てとくか。ポテトを海の中に放っていくっていうね。それで、え、これどう取っていこうかな。難しいな、これ。あ、でもこの斧がちょっともうなくなりかけだから、この辺、うん、ちょっと捨てておこう。なるほど、サメはさばけるのか。お、もう一個取れるぞ。ふんふん。あ、これは一塊なのか。なるほど。それ便利だ。よーし。なんか、グロい肉片持って帰っていこう。これ食べられるのかな？焼いた方がいいか。よいしょ。あの、キャンプファイヤーもね、あの、枝をくべれば再利用できるらしいので、とっても便利なものらしいです。でもまだ火ついてそうな雰囲気がありますね。よっ。ピン。なるほど。ヒレとか。ちょっとこれ食べよう。これ、お、焼ける。これはなんかお腹いっぱいなり、あれ？なんだこれ。なぜか体力がものすごく危ない。あれ？
サメのせいかな。あの戦闘もしかして食らってたのか、それともちょっと長く潜りすぎたか。とにかく死にかけている。もうちょっと苦しそうにしてほしかったな。めっちゃ死にかけてる。どうしよう、参ったな。とりあえずなんとなく心を落ち着かせるために、あとこれの飲もうかな。なんか水を欲しがってたからよっ。あ、もうできてるわ。よしよし、飲めた。で、これ飲んだココナッツ、これなんか再利用できないんですかね。よっ、再利用っていうかなんか他の何かに。よっ、割れた。これなんだろう。あっ、え、食べた。あ、これ食べられるの。結構お腹いっぱいになるし、しかも毒もない。あれ、これ1個でよくね。あれ、これ1個でこと足りるぞ。食料事情が。よっよっよっ、これパクパクして。マジこれ食べられるの。わあ、もう全く困らない。これは相変わらずなんかこれ焼いてるしな。ヒレは、ヒレも食べられるんでしょうね。よし、じゃあちょっともう一回枝を切りに行こうかな。よいしょよいしょ。さて、気づけば夜になってたので寝たいと思うんですけども、ウィルソンはここにいて。あの、これね、なんか木はね、なんか生えてきてる気がするんですけど、木とかこの縄っていうんですかね、は生えてきてる気がするんですけど、石がね、もう全くこの島にもうないんですよね。ちょっと困るなと思って。これどうやって木くべるのかな。よっ、うん、なんかキャンプファイヤー。あ、え、これもう一回ここにつけるってこと。あー、なんかこれどうやってもう一回これ再利用するんだろう。なんかよく分かってないぞ。うん、いまいち分かんないな。こうこんな感じでポイポイってすればいいのかなと思ってましたけど、ここにもう一回つけてくれるみたいな。あれ、どうやってやるんだろうこれ。とりあえず寝てみよう。おやすみなさい。朝になるのかなこれ。おお、なんかドラマチックな感じに。これ散らばってるのは変わらない。よいしょ。うわー、体力はなんか回復してるけど、これ食べるか。どう、すごいお腹いっぱいならない。なってる。水がないな。これどうやって、どうやって、どうやってですよね。屋根続けよっと。よし、おお、隠れ家っぽい、めっちゃ。いや、まあめっちゃ隠れ家っぽいのはいいんですけど、いまいちこのキャンプファイヤーの再利用の仕方がわかんないな。こう、これこそ右クリックか。こんな感じでなんかうまいこといかないのかな。うん、枝をもう少し集めてみますか。よし、頑張ろう。わ、なんか雨が降ってきましたね。雨って良くないんでしょうか。すごい雨。前がどんどん見えなくなってくる。あららららら。よし、屋根付きのここに避難してみるけど、でもこんなんザルですよね。こんな大雨には無力っていう感じの屋根ですけど、これ壁とか取り外せるのかな、もしかして。よっ、ちなみにこのマチェットを拾いました。海の中の。あ、なるほど、これ壊せるのか。なんでここ壊したのかよくわかんないんですけど。なるほどね、こういう風に作り直したりはできるんですね。うんうん。で、結局これものすごい量集めたんですけど、なんかいまいちこうできなかったんですよね。
こうできなかったんですキャンプファイヤー、うん、無理だな。ひたすら物を集めるだけ集めてみたんですけど、こういうココナッツとかももしかしてなんか材料になったりするのかな。あ、ならなさそうだな。なるほど。じゃあクラフトはだいたい見たのかもしれませんね。ちょっと今石がないので石を使ったクラフトが全くできないんですけど、これ今はあれですね、外には出られないですね。なるほど。どうしよう、やることないな雨が降られると。これ階段、あ、階段、あ、そういう感じ、そういう感じなんだ。どうしようかな、ここになんかなんとなくつけとこうかな。やった、階段ができたぞそれだったらもうちょっと床高くすればよかったかな。ウィルソン、あー、分かってるんだ、大雨だな。はいはい、お、晴れましたね。すごい天気の変わりよう一瞬にしてこんな晴れやかな青空に雨雲の影も形もありませんね。で、島をぐるぐる回って探してたら新しく石が出たのかどうかわからないですけど4つぐらい石が見つかったので、とりあえずまたここに置いておこうと思います。うん、でもまあ作れるものはあまり変わんないのかな。変わらなさそうですね。うん、そうですね。だからクラフト自体はだいたい見たのかなっていう感じはしなくもないですね。さてこれはどうやって再利用するか本当に分からなかったな、最後の最後まで最後の最後ってもう諦めてるみたいな感じですけど、うん、こうなんていうか、こういい感じにこうくべられなかったのかな。こうよよいしょ、無理か。ちなみに魚と枝を合わせることもできず、うん、これでいいのにな。これでもう一回ここに立てられてくれたらそれでいいんだけど、うわー、すごいバラバラになっちゃった。だから一応今のところやることはそんなにないのかもしれませんね。こっちに、あー、また別のね、こういうなんか立ててみるってのもありですけどまあこれでどんどん増やしていくだけですもんね、あとね。よっ、なんとなく増やしてますけど、どういう家にするか全然頭の中にないからでもこれすごい便利ですね。遠くにある資材もこうやって使えるから便利といえばすごく便利だなと思います。うん、ここの壁を取り壊して4マスの家にしてみるかな。ちょっとそれだけやって今回は終わろうかな。よし、とりあえずここを取り壊すぞ。材料ちょっとだけ戻ってきてくれてもいいなって思うんですけど、これ全く戻ってこないですねさっき僕木が生えてきてるかもとかって言ったんですけども、生えてきてないですねこれもう木もないです。これもう枝も、もうこれ完成させられない気がしてきたな。これでもうダメなんじゃないかな。あー、もう枝がない、資源が尽きた。キャンプファイヤーの火の起こし方もわからないまたちょっと調べておこうかな。ですね、木もない、枝がない、石がない、この島でやれることをやり尽くしてしまっただから違う島に行かなきゃ仕方ないんでしょうねこれ多分。だから違う島に行ってどうすんだ、これいっぱいにしてまた漕いで戻ってくんのかな。ちょっと辛いな。でもなんかそんなに遠くに感じない気がする。あっちの方、島と島の間ちょっと近そうですしね。
うん、だから次回また違う島に行ってみようかな。でも案外今のところなんかよくわかんない家になっちゃったな。壁取り外したばっかりに、なんか謎の家になってしまいましたけども、うんうんうん、じゃあちょっと寝ようかな。寝て起きて朝にして、であそこの島に行こうっていう感じですかね。あー、お腹がすごく減ってるけど、まあ朝の6時ってことで、今何月だ、夏の8月か、これ8月の20日です。はい、ということで次回はどっちから来たんだろうな、まあ、向こう側の島とかに行ってみたいと思います。はい、ということで今回も見てくれてありがとうございます。うん、これはちゃんと調べておきますはい、ということでこの中途半端なお家とお家でお別れです。はい、ということで見てくれてありがとうございます。ではまた。